死亡したのは橘日向さん。人生で唯一付き合った彼女が死んだ。どうなっちゃう。何やってんだよ武道。え、俺死んだ。あなたはタイムリープしたんです。何これ。武道役、千村拓実さんです。圧巻の絵力でございます。僕もビビってます。おうちでプレミアムライト始めた。ボタン引きちぎられるぐらいこんなんだよ。分かってるよ俺の人生クソだって。花垣武道、これはお前が気に入った。下げる頭を持ってなくても人を思う心は持て。この辺りの鹿は東京卍会が仕切る。東京卍会を消滅させる姉を救う唯一の方法です。俺はずっとあの頃みてえにバカやって笑ってたかったよ。私の好きな武道くんだから。こんなとこで弾ける。東京リベンジャーズ。これは俺の人生のリベンジだ。